この衝撃は一体何が引き金だったのだろうか。ダチョウ倶楽部のメンバーでお笑い芸人の上島竜兵さんが5月11日未明亡くなった。その約1週間前の3日には俳優の渡辺裕之さんが横浜市の自宅で倒れていることが発表されたばかり。上島さんの身には一体何が起こっていたのだろうか。このことについて作家でスピリチュアリストの江原裕之さんが、近年の社会問題となってるあることを事例にして語ってくれた。今回は事の詳細とネット上の反応を中心にお届けいたします。14日に上島さんの密葬が執り行われ、あまりにも早すぎる別れを惜しんだ。日本中では今も悲しみに包まれている。なぜこのような悲しいことが起こるのか。上島さんは61歳、渡辺さんは66歳、両者とも60代の男性で、仕事も続けていたなど共通点は少なくない。作家でスピリチュアリストの江原裕之さんは、今回の件や近年の働き盛りの60代のある共通点について語ってくれた。ここ近年、60代になると初老期うつ病になってしまうことが多いのです。これは50代から60代半ばのいわゆる初老期になられるケースが多いと思われます。きっかけは様々ですが、その人にとって大切な人との別れなど、何か喪失体験がきっかけになることが多いです。ここで語っている喪失体験とは、大切なものを失った時の絶望感から生じており、一時的なものではあるが、その喪失感からを自信を追い詰めてしまうと体験だという。上島さんのように60代になっても元気に活動されていく中で、体力的な面と精神的な面でどんどん老いが進んでいく中で、いかにその老いと向き合うかが一つの課題となってきます。今の世の中、60歳を過ぎてどんどん老いても、新しいことにチャレンジを続けていくことが一つの理想とされていますが、老いというのは世代間の体の不調はもちろんのこと、自分よりも若い世代との考え方の違いやギャップなどに悩まされてしまう始まりでもあるのです。現代では老いることが認められにくい時代。それぞれ違いはあるが、生涯現役を貫こうとする人も少なくはない。だからこそ、その老いと向き合ってしまった時に、自身が理想と現実に苦しんでしまうのだという。そしてそんな老いていく自分を自分で認められなくなってしまう。男性は損失体験に対しては女性よりも脆弱です。そして上島さんの場合、師匠である志村けんさんの訃報や情勢の影響で理想とする漫才ができなくなったことへの喪失感、これが思い詰めることになってしまったのかもしれません。ではどうしていけばいいのか。江原氏はこう語る。老いとは、ある意味では自然の摂理です。物事から取り残されたように感じるのもそう。だから難しいことかもしれませんが、現実を少しずつありのままに受け入れていくことが大切だと思います。人間は一人では弱い生き物だからこそ、支え合って受け入れ合って、少しずつでもいい前に進んでいく生き物なのだ。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。よく言われることだけれど、生きがいの主軸を仕事など受動的多動的なものから、趣味など能動的なことへ移行する準備は必要に思う。情勢の影響で家にいることにストレスを過多に感じた人々は、なおさらに必要な準備には思う。行動範囲も狭まり、自身の思い通りにならないことは若い時よりも増え、若い時にできていたことができなくなるなんてこともストレスにもなるのでしょうし、
それまで社会にも家族にも貢献した人々が関わり方が変わったくらいでお荷物のような印象になる感覚も変えていいように思う。これまで頑張ってくれたのだから、あとは自身のペースで過ごしてもらえればってくらい。病気になったりは若い人でも起こることだし、今後は70代でも労働が生活のために必要となり、そういうふうに悩めなくなる未来かもしれないが、仕事の人間関係や失恋やら壁にぶち当たることは誰でもあり、年とともに不安や得体の知れない気鬱に苛まれることもあるというのが世の常だと思うが、ここから死を選ぶことしか選択肢がなくなるというのはやはり普通ではないことだと思う。まだここまでの経験がないからわからないし、憶測でも語れない。こういう時に命の電話の PR が有効なんだろうかというのは素朴な感想である。電話かける余力がもはやないガス切れの状態に陥った時、どうしたらよいのだろうか。上島さんが何を思ってこの数ヶ月間過ごされてきたのかは本人にしか分かりません。しかし上島さんや松本人志さんのように若い頃からがむしゃらに突っ走ってきた人は、年齢の影響や情勢によって急ブレーキをされてしまい、そこから再び再スタートをするとなると、進むための体力やエネルギーに限りが出てしまい、動き出しても周りがどんどん追い抜いていくことに不安を感じていたのかもしれません。勝手な憶測ですが、その感情をどこにぶつけていいのかもわからなかったのではないでしょうか。そして大切な人の喪失。上島さんの場合だと師匠の志村健さんです。いろいろなことが重なって、ある種の防衛機構というか、それだけ動揺してたのかなと思います。今にして思えば、老いていくことに変わりはありませんが、勢いが違えば、上島さんのような悲劇が生まれなかったのではないでしょうか。そう考えると、今回の件は無念でしかありません。上島さんのご冥福をお祈りいたします。